はい、どうもこんです、ということで今回はこちらのイゼット機体を紹介したいと思います。こちらの機ですが、神代わりに登場した機体や装備品クリーチャーにフィーチャーしたデッキですね。なんといってもデッキの軸となるのが精神連携メカで、3マナ4、3飛行の機体なのですが、登場コスト1に加えて4、3のまま登場した生物のコピーになるので、ウサギ電池で出たターンに攻撃できたり、トカゲ丸で飛行4、3二段攻撃になったりと、3マナながらフィニッシャー級のカードになっています。月輪の夏作品はグルルでいうヤスペラのような働きをするので、マグダと合わせることでかなりのマナ加速ができますね。5マナでライブラリーへのバウンスもできるので、ヤスペラと違って終盤に引いても使える1枚になっています。テツレットはドロー能力も強いですし、宝物トークンを44に変えたり、トカゲ丸をそのまま44二段攻撃にもできるので、デッキとかなりマッチした1枚ですね。また除去としては電圧のうねりが強く、1マナ2点火力ながらアーティファクトを生贄にすることで最大4点の火力となるので、宝物トークンなどを避けることによって暁冠のひなたやエシカの戦車も除去することができます。はい、ということでかなり面白い動きをするデッキになっていますので、実際にどんな感じで回るのか試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手、割とバランスはいいハンドですね。まあ基本的にはその精神連携メーカーがあるハンドをキープしていきたいですね。まあマグダも引けたということで、まずは試作品から出していきましょう。さあ相手緑ターン、相手先手の緑ターンですが、まあ初動が多分これ3ターン目なんで、まだいけるか。ウサギ電池から出していきたいですね。で、次のターンはもう、精神連携メカを出して、ウサギ電池で、そのまま殴っていくと。さあ、3マナ目。まあ、トロールとかから、はい、ですね。まあ、基本的にもう、上からどんどん殴っていくしかないので、さあ、連携メカで、ウサギ電池登場。で、4、3速攻、殴っていきましょう。まあ、機体としてはね、本当このカードめちゃくちゃ強いですね。登場コストが1っていうのが、やはりかなり強い。そしてさらに、マグダからマナ出して、トカゲ丸も出していきましょう。さあ、これでもう次のターンには、パワー5の2段攻撃まで、でかくなっていきますね。さあ、エシカの戦車。相手も、どんどんと展開はしていきますが、さあ差し切れるかどうか。とりあえず4点入って残り16点まで。うん、さあここから何かしらもう1枚、トカゲ丸か。さあ連携の下でトカゲ丸登場で、ウサギ電池を乾燥することによって、まあパワー5の2段攻撃になっていくと。さあこれで上から10点、残り5点。さあこれでまあ、連7とかが来ない限りはそのまま勝っていきますね。唯一の負け筋が多分連7だけですかね。さあトカゲ丸も一応キャストはしておきましょう。さあ次のターンがまあ全てかなと。まあ連7とかもね、多分2枚ぐらいしか入ってないとは思いますが、やるな。連7か。これで、到達が2体出てくるんで、いや、一気にかなりきつくなりますね。まあ、パワー5の2段攻撃なんで、とりあえず1回はね、突破はできるんですけど、まあ、毎ターン、トークンが増えてしまうため、エシカはこれ、ちょっと相打ち取っておきたいですね。どっちとも殴ってくる。これだとブロッカー2体。ブロックしないな、これは。いや、ワンチャンありそう。残り5点なんで、電圧改ざん目か。4点しか飛ばせないので、トークンは除去ることはできない。ワンチャンいけそうだけどな。出して、ウサギ電池と、マナが足りるかな。こいつ威迫なんで、速攻で殴れたら勝ちか。いけそうかな。4-3の方が2段攻撃つけて、で、電圧改ざんが速攻で OK ですね。
まずは精神連携メカをトカゲ丸で登場。はい、これで4-3二段攻撃からの、電圧改ざんメカをとりあえずキャスト。これでまあトークンに4点飛ばして、で、こいつをマグダウサギ電池トカゲ丸で登場。でさらに、これウサギ電池を乾燥しないといけないんで、登場した後にウサギ電池をメカに乾燥、これで速攻がつくと。これで OK ですね。さあフルパンで、まあ威迫66と飛行43二段攻撃ということで、まあこれで5点は削り切ることができますね。いや、トロールが殴ってきてくれたのが良かったですね。いや、にしても動きがエグすぎる。やっぱちゃんと回ったらね、かなり面白い動きをするデッキですね。オーケー。さあやっていきます。こちら先手、期待はないですが、まあキープはしてもいいハンドではあるかなと。さあとりあえずウサギ電池から殴っていきましょう。まあ先手なんで、ウサギ電池マグダ表現の反復という形で、おメカも引いてくる。ただまあ相手が氷雪の沼ということで、まあおそらく白黒コントロールか黒タンコントロールかのどちらかですね。さて、おメインから除去ってくる。立ち引くいいですね。さあこれはもうメカで殴っていきましょう。まあ、結局コントロールにはね、期待が強いということで、まあ全除去ケアとかもできる形になっていますね。さあ3ターン目にして残り12点。お構えてくる。まあこれあからさまに除去構えてるんで、メカでは殴らなさそうですね。2体目持ってくる。なるほどね、これはなかなかいいですね。であれば土地出して、まあマグダ出して殴りますか。まあこれマグダに除去打ってほしいんで先出しですね。さあそしてそのまま殴っていく。相手はね、まあ3ターン目これ除去構えてるんで打ってきたいはずですが、おそのままターンをもらう。まあ一ターンこれで飛ばしてるようなもんなので、まあそれはそれで全然 OK ですね。ここも構えてくる。なるほど。ただ、まあ精神連携メカこれもう2体目が引けてるんで、2体とも起動で OK ですね。1体除去られたとしても、まあもう1体は残っていくと。まあ除去ってるだけじゃ勝てないですからね。さあ連携メカで、登場。さらにもう1体登場していきましょう。これメインから入ってるんだ。なるほど。そしてもう1体、乗っていく。これで6点。残り8点。まあ、見知らランドもあるんで、めちゃくちゃ相手はきついはずですね。さあ、ここは、どう動いてくるか。お、ここも構えてくる。なるほど。メカ引いてくる。まあ、でも、こっちからかな。で、一応メカも登場。まあ、メカもう一体、手札になるんで。除去られても OK かなと。まあ相手はこれミシュラランドを除去るかメカを除去るかですよね。はい。さあ、もう一回これで、残り4点まで。これだともう相手は全除去してもミシュラランドで倒されますし、まあロルスだと勝ち確ですね。はい。これ投了と。OK。さあやっていきます。こちら後手。まあ割と良さげなハンドですね。さあキープしていきましょう。まあただ後手ということで、しっかりと攻めることができるかどうか。相手は政治入りからスタート。なるほど。政治入りが入ってるっていうことは、なんだろう、まあボロスとかもしくはフーリー系のデッキとかですかね。まあ何にしても黄金河のドラゴンは絶対に入ってそう。
ミシュラランド、なるほど。さて、まあ白タンではないとは思いますが、どうですかね。はい、ボロスからの祖母の推薦室で、うん、まあメカで殴っていきましょう。さあ赤マナから精神連携メカ登場。3マナ43飛行速攻っていうのがまずエグすぎる。さあ残り14点まで。さあ4マナ目スカルドの決戦。はい、なるほど、粗暴な聖戦士2枚か。なるほど、ここちょっと迷いますね。カウンターとうねに構えていきますかね。うん、まあちょっとなんかマグダ出してもっていう感じではありますよね。テズレットも出す意味はそんなにないんで、まあ、ちょっと夜になってしまいますけど。さあここでまあどう動いてくるかですよね。粗暴な聖戦士出しますかね。まあ手札からその山プラス黄金からドラゴンとかが一番いいんですが、左辺置いてくる。うん、祖母の聖戦士からどう動いてくるか。もう残り2マナなので野心か。うん、まあカウンターはしないかな。多分次のターンに取っておいた方が良さそうですね。まあ野心化は出させて、うねりで除去っていきましょう。さあこれでまあ5点はこのターン入ってはしまいますが、さあこれで残り13点までで、昼になってウサギ電池が、あ、ただこれあれか、2体いるから登場したらダメですね。さて66だき、マグダ出してプロトコル構えてって感じになりますか。さあ、いや、赤からマグダ出してとりあえず4点アタック。でこれでアーティファクトが出てくるので、プロトコルもしっかりと構えることができますね。さあ残り6点。まあ相手がここでがっつりと殴ってきてくれると、まあテズレットでね、速攻4-4を作ることができるので、このターンがまあ分かれ目になるかなと。ボルトイン、黄金か引いたかな。はい、これはカウンターしていきましょう。まあしっかりと黄金からのために、カウンターを取っておいてよかったですね。さあこれで残り3点。こうなるとこれは勝ち確ですね。もう飛行4-3が通るので、さあ8点殴ってきますが、メカで4-3殴っていきましょう。いやこのカードほんとなんか想像以上に強かったですね。 OK、 良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それではまたね。